ちょっとヨメコさん、さっき駅前にいなかった？ナミさん、こんにちは。はい、ちょっと電車に乗る用事があったので。ワンピース。え？ワンピースよ、ワンピース。なんかピンク色のやつ着てたわよね。おかしいですか？おかしいわよ。だってあれ結構高いワンピースでしょ。私雑誌で見たもの、この春の新作だって確か7万円くらいするはずよ。なんで八百屋のお嫁さんがそんな高いワンピースを？それはびっくりです。私もいただき物なのでそんなに高いものとは。ヨメコさん、普段は安い服だよね。いつもはシュマブラとかシュラクロの服ばかりですね。ワンピースも2000円以上になると買うのに躊躇するくらいで。じゃあそのワンピースちょうだいよ。え？だってヨメコさんはいつも安い服ばっかり着てるんだよね。なのにそんな高いワンピースなんておかしくない？私にちょうだい。今すぐ取りに行くから。ちょっと落ち着いてください、ナミさん。さすがにこんなお高いワンピースあげられませんよ。はあ？なんでよ。ヨメコさんだけずるいじゃないの。そう言われましても、これは義母が買ってくれたものなんです。ヨメコさんがお金を出したわけじゃないでしょ。なら別にくれたっていいじゃないの、ケチ。もしこのワンピースが500円だったとしても私はお譲りできないですよ。はあ？なんで？なんでよ。だってせっかく義母が買ってくれたんです。食べ物とかお裾分けすることはありますけど、買ってもらった洋服をあげたりはしないですよね。意味がわからない。あの、私もナミさんの言っていることがよくわかりません。どうしてそんなにワンピースが欲しいんですか？だってそろそろ旅行なのよ。そういえばナミさんのところはよく旅行に行けますよね。確か義実家の方々が旅行を好きなんでしたっけ？そうよ。うちの家族と義両親と、あとは小獣人たちの家族もみんなで参加するの。今回はちょっとお高めの旅館に泊まるんですって。わあ、いいですね。だからそこに着ていくためにちょうだいよ。だから無理ですってば。ナミさんもワンピース買えばいいじゃないですか。なんですって？悔しい。そんないいワンピース着て歩いちゃって何よ、自慢？ヨメコさんっていい人だと思ってたけど、そうやって嫌がらせするような人だったのね。そんな、私嫌がらせなんてしてません。うるさいのよ、この偽善者、最低。ナミさん、こんにちは。私の名前はヨメコです。施設で育った私は結婚に対して不安がありました。義両親に受け入れられるのかどうかとても不安だったんです。そんな私を快く受け入れてくれた義両親、特に義母は本当の娘のように私を可愛がってくれます。先日義母からワンピースをもらったのですが、まさかそんなにお高いものだったとは。でもナミさんから何度もワンピースの催促をされて本当に困ってしまいました。そして昨日たまたまスーパーで会ったんです。その時にもワンピースをよこせと大騒ぎ。ナミさん、どうしてしまったんでしょう。とりあえず家計簿でもつけて心を落ち着かせます。あれ？バッグの中にお財布がない。もしかしてナミさんが掴みかかってきた時に。あのナミさん。は？何？私の。だから何よ。私のお財布知りませんか？エコバッグの中に入れておいたんですけど、今見たらないんです。やだ、ヨメコさんたら今更気づいたの？ナミさん、何か知ってるんですか？私があんたのバッグから財布盗んだのよ。これで温泉旅行を満喫するの。高級なワンピースをよこさないあんたが悪いんだからね。その中身100円もないですよ。え？それで温泉旅行を満喫はできないですね。何言ってるの？こんな立派そうな財布なのに。本当だ！というか中身50円もないじゃない。私、毎回お買い物に行く時には使う分しか持っていかないんです。だからお釣りちょっとしか残らなくて、ちなみにそのお財布はすごくしっかりしたものですけど、商店街の洋品店でワゴンセールだったんですよ。ワゴンセール？ちなみに500円でした。やっぱりこうなんだ。私の人生ってこうなんだ。何をやってもダメで。もうダメよ、おしまいよ。嫌だ嫌だ、リセットしたい。全部なくなってリセットしたい。ナミさん？もう嫌よ。ナミさんには何があったのでしょうか。とりあえず中身は39円だったそうですが、泥棒は泥棒、
義母とも話し合いましたが、ちゃんと警察に出ることにしました。一応通報というか相談をした方がいいと思ったので、そうしたらちょうどナミさんも警察署に来ていたんです。早く逮捕してほしいと震えていました。ナミさんとも話をすることになったのですが、見てびっくり。目の下にすごいクマができているんです。しかも警察で話をしているというのに目はうつろ。時々眠ってしまいます。逆に体が心配になってしまうほど。そしてついには泣き出していろいろな話をしてくれたのです。これは旅行中にナミさんが技師のヒデコさんとやりとりしたライン。私はこのラインを見てびっくりしてしまいました。旅行当日、ナミと技師ヒデコのライン。はぁ、マジ使えないんだけど。なんでうちの子ここにいんの？早く迎えに来てよ。妹たちの子も全員連れて行ってよね。あの、お姉さん、すみません、私ちょっとお腹が。嘘ついたら許さないよ。あんた嫁でしょ？婚家に尽くすのが嫁ってもんだろうが。そんなこともわからないなんて本当にゴミだよね。せっかく旅行に連れてきてやってるんだから早くしなよ。私昨日から何も食べていないんです。せめて先に食事をさせていただけませんか？はあ？あんたにそんなことしてる暇あると思ってんの？早く子供たちの面倒見てよ。私たちこれからエステのコース予約してるんだから。あんたは夜に車中泊しながら菓子パンでも食えばいいんだよ。お願いします。もう限界なんです。旅行の準備ができてないって主人に言われて朝からいろいろ準備して。うるせえよ。え？うるせえんだよ、嫁のくせに。いいから早くしてくんない？はい。ひどい。ひどすぎる。ナミさん笑ってるんです。笑いながら涙を流しているんです。嫁だと幸せになっちゃいけないんですか？ご飯を食べちゃいけないんですか？自分たちだって嫁に行ったんじゃないんですか？ナミさんは震えて何度も逮捕してくれと言っていました。あの家から逃げたいのでしょう。ナミさんには小学生のお子さんがいます。しかし周りがみんなナミさんのことをバカにするので、最近ではお子さんもナミさんのことを蹴ったりするそうです。ママ、お母さん、そんな言葉はなくクソババアと呼ばれると。そして、どうやら小獣とのヒデコさんが離婚の危機にあるらしく、ここ1ヶ月は特にヒデコさんの態度が悪化、ナミさんは追い詰められていました。そんなことがね、あの子痩せたものね。あそこに嫁いで苦労してるだろうとは思ったけどさ、ひどいものだね。お母さん、ナミさんの嫁いだ家のこと知ってるんですか？あそこは女全員気の強い家でね、昔からトラブルばっかりなんだよ。特にひでこちゃんは学校で気の弱い子をいびっていたとかで問題になったこともあったね。あの子もう40近いのに何やってんだかさ。そんな家だったんですね。昔はね、今はずっと良くなったと思ったんだけど、ひでこちゃんが大暴れしてるってとこかね。あの、お母さん、ナミさんのことなんですけど、ほら、私お財布盗まれたじゃないですか。ああ、どうするんだい？和解、示談することにしました。ナミさんがやったことは許されないことだけど、ナミさんずっと反省していたし、もう本当に号泣していて、何より精神状態がすごく不安定だったから。嫁子がそう決めたならそうすればいいさ。でも何か不安なことがあったらいつでも相談するんだよ。あたしゃ嫁子の姑だけどさ、嫁子のこと本当の子供以上に思ってるんだから。お母さん、うん。さて、その後のことです。ナミさんはあの家から逃げることになりました。警察でお話をした時に警察官の方からシェルターなどのお話を聞かせてもらったんです。ただ、ナミさんの場合はまだ働ける年齢だし、実際に逃げるとなるとお子さんを置いて一人で行くことになります。この場合、なかなかシェルターにも入れないそうで、高齢者や妊婦、小さいお子さんがいるママさんなんかが、どうしても優先になるらしいのです。近隣のシェルターはいっぱいだったので、遠い民間シェルターへ。でも、距離があった方がナミさんも安心するでしょうね。ちょっとあんたふざけんじゃないよ。あんたが逃げたせいでうちらは笑い者なんだから。嫁を追い出した鬼一家って言われて私は離婚決定。妹たちのところだって夫婦仲がやばいことになってるし、どうしてくれるのよ。ねえ、お願い、私離婚だけはしたくないの。私は悪くないって旦那の前で言ってよ。
ちょっと、なんで既読もつかないの？まさかブロックしたんじゃないでしょうね。助けて、助けて。ヨメコとナミのライン。ヨメコさん、荷物たくさんありがとうね。あ、ナミさん、よかった。ちゃんと届いたんですね。あの、ヨメコさん。どうしましたか？私、ヨメコさんにひどいことを。ああ、そのことですか。え？何一つ気にしてないから大丈夫です。それに、ナミさん病院で精神状態がかなり悪いって、お医者様から言われていたじゃないですか。でも、悪いことは悪いことだわ。それにひどいことも言ったし、ヨメコさんのワンピースを欲しいだなんて。綺麗なワンピースを着たら楽しい旅行になるかもしれない。そう思ったんじゃないですか？不思議よね。そんなことあるはずないのに。ヨメコさんすごく似合っていたの。本当に、可憐っていうのかしら、とっても可愛かった。そんなヨメコさんの姿を見て、私すごく嫉妬してしまったわ。私だって綺麗なワンピースを着れば幸せになるかもしれない。なんでこんなことを思ったんだろう。着ましょうよ、ワンピース。え？着ましょう。もうナミさんは離婚して全てから解放されて、シェルターに紹介してもらって仕事も新しい家だって見つけて、これからは好きな服だって着れるんです。旅行だって行けるし、ゆっくり楽しめるし、それと、ほら、猫カフェにも行けますよ。だからどうか、罪悪感を持たないでください。ナミさんは、これから幸せになれるんですから。ヨメコさん、ごめんね。ごめんね。本当にありがとう。ありがとう。その後、ナミさんは民間のシェルターに入った後、弁護士を紹介してもらい、うまく離婚することができました。もちろん、慰謝料も請求。お子さんの親権は旦那さんになりましたが、血がつながらない親子が親子になれるんです。逆に血がつながっている親子でもうまくいかないことはあるでしょう。こういうケースは決して珍しくないそうです。とっても難しい問題だけど、私はナミさんの考えを尊重したいです。あの家族は、イッカリさんっていうのかな。ヒデコさんもそうだし、その妹さんたちも離婚。ちなみに元義両親までも離婚したそうです。今まではみんなでナミさんをいびっていたけど、いなくなったらストレスの吐け口がなくなったんでしょうね。家族で大喧嘩をして、怪我をしたり骨折した人もいたそうで、鬼一家と呼ばれた彼らは、辛い日々を送ることになるでしょう。お子さんは施設に送られたみたいですが、あの家族と一緒にいることを考えると希望があるかもしれません。わからないけどね。ナミさんはその後住み込みで工場の仕事を見つけました。用意されたアパートも綺麗だし、仕事も楽しいみたいです。よかった。さて、私はあのワンピースを着て、今日は義母とお出かけ。どうして義母がこんなに高いワンピースを買ってくれたのか。私は施設で育ったのですが、その時にお世話になった方のお墓参りに行こうとしていたんです。このお話をしたら、義母が綺麗な格好しなさいと、ワンピースを買ってくれたんです。嬉しい。でも、お墓参りだけじゃもったいないですよね。ということで、今日は義母と一緒にデパートに行くんですよ。とっても楽しみ。メロンソーダ飲みたいな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。